はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴマインクラフトの作業台21265です。袋は10で、マーツは1195個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。
はい、完成です。いやいい感じですよね。でこれ裏側がね、個人的にはすごく好きなんですけど、こんな風になってます。いかがでしょうか。まさにマインクラフトの作業台というね、造形になってますよね。これね、よくできてるなと思いました。サイズ感見ておきましょう。ミニフィグと比べるとこんな感じになってます。結構大きいんですよね。まず横幅なんですけど、一部出っ張ったところがあります。これも入れたところで約 15.5 センチになってます。で、これをね、覗いたところ、本当に作業台の、横幅なんですけど、これが約 14.5 センチです。そして、奥行きと言っておきますけど、こちら側も同じく出っ張ってますんで、これを入れたところで約 15.5 センチ、覗いたところで約 14.5 センチになってました。そして高さなんですが、実はこれも約 14.5 センチということで、ほぼほぼ立方体みたいなね、感じになってるんですよね。これね、すごく綺麗だと思いますね。ね、ゲームの中ではこのあたりいくつかね、色が使われてるんですけど、これ一色になってますね。まあ、とはいえ、もう十分雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。この面には金槌と、ノコギリありますね。このね、色のグラデーションすごくそれっぽいですよね。そしてこっち側、これはペンチかな、そんな感じのね、造形がありますけど、これもそのままになってるんじゃないかなと思います。でこっち側なんですけど、ここはドーンと抜けてますよね。実はこちら側の面にはまあ、カバーというか、壁はついてません。なのでここはもうこのまま抜けた状態になってます。で天板部分、実際はこの真ん中のところと四隅のね、色が違ってるんですけど、これ同じになってますよね。まあでも悪くないんじゃないかなと思いますね。もうパッと見作業台になってますよね。で四隅のところにポッチがあるだけで、それ以外のところはタイルになってるんで、もうツルッツルの状態です。こうやってね、光も反射してますけど、すごく綺麗な、感じでいいなと思いました。でこの天板をガパッと外すことができるようになってます。ちなみに天板裏側こんな風になってます。まあ、特に変わった造形はないですね。でこちら側なんですが、先ほども言いましたけど、少しね、出っ張った部分があります。実はこれなんですが、こうやってね、簡単に外せるようになってるんですよね。で実はこっちの面にも同じ穴が開いてますんで、取り外したこれをパチッ、そしてパチッとね、取り付けることができるようになってます。これいいですよね。こっちの面でね、飾りたいなという人はこのまま飾って、楽しむことができるようになってますんで、これはね、かなりいい仕様じゃないかなと思います。でこの出っ張りの上にはキャラクターや動物が乗ってます。可愛いですよね。左からスティーブ、牛、スケルトン、ウィッチになってますね。それぞれね、特徴よく捉えてるなと思いますね。でこれなんですけど、実は予備パーツでスティーブ、スケルトン、そしてウィッチをもう1体ずつ作ることができるようになってました。これね、嬉しい仕様じゃないかなと思います。で牛については一応顔のね、プリントパーツだけ、ついてますんで、まあ他のセットからパーツ持ってくればもう一体作ることができるんじゃないかなと思います。これね、嬉しいですね。でその下に大きくマインクラフトと入ってます。これシールになってます。でもう一つの方ですけど、こっちはクリーパー、村人、豚、それからアレックスになってます。でこっちも村人とそれからアレックスを予備パーツでもう一体ずつ作ることができました。で豚については牛と一緒ですね。プリントの顔パーツがついてるので、これも他のところから持ってくれば作ることができるという感じかなと思います。クリーパーについてはもうこれだけになってますね。でその下、さっきねマインクラフトと入ってましたけど、こっちは Create New World ということで、これもシールになってますね。でプレートは他にも4枚ありますんで、自分の好きなものをつけることができるということで、これ嬉しい仕様ですね。あとさっきスティーブ出しましたけど、このセットにはミニフィグはついてません。このキャラクターだけになってますんで注意してください。でその奥、内部なんですがこんな感じです。マインクラフトのワールドをギュッと縮めたミニモデルがね、ついてるんですよね。仕様としては以前にありましたね、レゴマインクラフトのマイクロワールドシリーズ、数セット紹介しました。これもその一つなんですけど、これにすごく似てるなと思います。ワールドをギュッと縮めたような感じですよね。でマイクロワールドシリーズは1セットで1つのバイオームという感じになってましたけど、これはいろんなバイオームがついてます。
で、説明書の裏側に全体図がね載ってるんですよね。これ分かりやすいなと思いました。樹氷があって、桜の木、マングローブ、沼地もありますね。で、白樺が生えてて、砂漠もありますし、で、タイガもあるということで、本当にいろんなバイオーム、そして要素がね、入ってるのが分かるんじゃないかなと思います。で、このマイクロワールドなんですけど、実は各バイオームごとにこんな感じで取り外すことができるようになってるんですね。はい、全部で5つのミニモデルを取り出すことができるようになってます。ということで、一つずつ見ていきましょう。まずはてっぺんの樹氷バイオームです。この氷の色がね、すごく綺麗でいいなと思います。あのそびえ立つ感じもそれっぽいなと思いますね。で、よく見るとここにイグルーがついてるんですよね。形がね、よくできてるなと思いました。ちなみにこれなんですけど、パチッと外すことができます。土台の色はこれね、赤になってますんで、まあ、特に意味はないかなと思いますけど、まあ、グレーとかだったらもしかしたら地下室とかをね、イメージしてたかもしれないですね。次にタイガです。草ブロックの色すごくそれっぽいですよね。木はこれは頭皮でしょうかね。で、赤いのは、スイートベリーじゃないかなと思います。雪も一部ありますね。で、この水ブロックをねイメージした青のクリアパーツ、すごく綺麗じゃないかなと思います。で、これには地下があって鍾乳洞になってるんですよね。この尖った感じがね、すごくそれっぽいなと思いました。あの上から出てるのもね、よくできてますよね。で、真ん中部分にはマグマもあります。通り抜けできるようになってるのもいいですね。で、こちら側、まあ、金になってますんで、多分金鉱石をイメージしてるんじゃないかなと思います。それっぽく見えるのが面白いなと思いますね。で、裏側はというと、ここは多分石炭だと思いますね。で、水の前なんですけど青くなってますんで、これ多分ラピスラズリじゃないかなと思いました。続いて桜バイオーム見ていきましょう。桜の木のこの淡い感じいいですね。花びらのこの濃い色もね、とても綺麗じゃないかなと思います。で、奥なんですけど赤いクリアパーツがありますんで、まあ、おそらくレッドストーンの鉱石をイメージしてるんだと思います。で、上の方にあるのは多分これはエメラルドじゃないかなと思いますね。これもね、綺麗ですよね。で、ここにも地下があります。地下は廃坑ということで、これもね、よくできてるんですよね。真ん中に見えてる箱ですけど、これはチェスト付きのトロッコをイメージしてるのかなと思いました。よくできてますよね。で、その手前のこれグリルパーツですけど、おそらくレールをイメージしてるんじゃないかなと思います。手前の方のこれは多分銅じゃないかなと思いますね。はい、裏から見るとこんな感じです。ちゃんと通り抜けができるようになってますよね。この木枠のね、部分もすごくそれっぽくていいなと思いました。で、角のところにあるのは銅とダイヤじゃないかなと思います。細かくできてますね。続いて平原の村ということで、よくできてますよね。建物、窓があって、屋根もあって、この形もね、すごくそれっぽいなと思いますし、ちゃんとこう道っぽいのもできてるんですよね。手前の方のはこれ草じゃないかなと思います。で、建物と建物の間には小麦畑がね、あるということで、細かくできてますよね。最後はディープダークですね。完全に地下ということで、最初に紹介した樹氷バイオームの下になってます。なので、作業台にね、各ミニセットを入れた状態だと、この、ディープダークの世界は見ることができません。これは細かくできてますよね。ピピッとなってるのはこれスカルクセンサーでしょうね。で、その横のところどころにある紺色のやつなんですけど、これはスカルクベインでしょうかね。だとすると、この丸いのはスカルクカタリストかな。どうなんでしょう。間違えてたらごめんなさい。で、建物っぽいのは古代都市のね、遺跡だと思いますんで、まあ、かなり雰囲気出せてるんじゃないかなと思いました。で、手前の方にあるのはこれ多分鉄の鉱石だと思いますね。で、奥の角の部分は反応した洞窟をイメージしてるみたいです。これはもうグローベリーでしょうね。もうそのままって感じですよね。で、水が流れてて、これはドリップリーフでしょうかね。なんとなくそれっぽいなと思いました。で、その横色が変わってますけど、多分これは粘土じゃないかなと思います。色がなんとなくそれっぽいですよね。はい、裏側から見るとこんな感じです。それと土台部分にもいろいろついてます。まずは沼地ということで、ウィッチの小屋がありますね。これ形すごくそれっぽいですよね。あと、まあマングローブも兼ねてるのかな。さっきもついてましたんで、多分これはマングローブをイメージしてるのかなと思います。こっちは多くかもしれないですね。で、ところどころ水色の花ありますんで、多分これヒスイランじゃないかなと思います。こういうところすごく細かいですよね。で、ちゃんと下はね、水をイメージした、水色のクリアパーツになってますね。
で、その隣白樺の木が生えてます。こっちは多分畑だと思います。ここにさっきの村がこうやってねくっつくようになってます。ちゃんとこう道がつながってるんですよね。よくできてるなと思います。で、こちら側、一部緑色がありますけど、ここ砂漠バイオームで、多分これはサボテンをイメージしてるのかなと思いました。で、一番奥にあるのは多分オークじゃないかなと思います。で、壁部分なんですけど、空に雲が浮いてて太陽もあるんですよね。こだわって作られてるなと思いますね。それと底の部分なんですけど、こんな風にいろんな色のタイルがついてます。まあこれね、なんとなくお分かりいただけるかなと思いますけど、ミニモデルをセットした状態で上から見るとこんな風な配置になってるということみたいですね。いやー細かいですね。では戻していきましょう。まずはディープダークです。向きとしてはどの向きでもこうやってねくっつけることができるんですけど、これかな、これになると後々このダークグレーの部分がね、ちょっと見えてしまうんで、これだけやめた方がいいかもしれません。一応デフォルトでこんな感じつけておきましょう。で、その横なんですけど、ここに桜がねこの向きでついてますよね。ということで、この向きでこうやってつければいいということで、これがねちゃんと教えてくれるんですよね。これよくできてるなと思います。続いてタイガをつけていきますね。こうするとここがね、角が見えるんですよね。で、ここがライトグレーになってますんで、ダークグレーがね、ここに出てくるとちょっとおかしいかもしれないんで、やっぱりこの向きの方がいいんじゃないかなと思います。で、手前のところに村をね、セットして、で、樹氷をセットすれば OK です。はい、引きで見るとこんな感じになります。この山っぽくなってますんで、下から見ると迫力があっていいなと思いますね。で、スペースいっぱいありますんで、ここに付属のキャラクターをいろいろ置いてあげるといいんじゃないかなと思いますね。ポッチがほとんどないんで固定ができないんですけど、置いてあげるだけでだいぶなんというかこう賑やかさがね、出るんじゃないかなと思うんですよね。いかがでしょうか。かなり楽しそうな雰囲気になりましたよね。あとミニフィグで遊ぶと巨人っぽく遊ぶこともできますんで、これ楽しめるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。派手なギミックはありませんけど、マインクラフトの世界観をギュッと凝縮したセットになってると思いますんで、マインクラフト好きの方にはおすすめできるセットじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は1195個です。以上、レゴマインクラフトの作業台21265を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。